fuck? それバイクちゃうやろ。いや普通に右折レーン入っていったんだけど。やべえなあれ。というわけでなんかいきなり衝撃的な映像から始まった11日目ですね。はい、あとはもう北上するだけですね。稚内を目指して函館から出発しますから、もう結構総なめしてきてる感じですね。北海道のいいところ、昨日は最東端東の方に行きましたので、今日は、ゆっくり北上していこうかなと思います。明日のね夕方か、いやもう昼過ぎには着きたいですけど、稚内の近くにですね明日キャンプするので、そこまで行くために今日は200キロぐらいかな走ろうかなと思います。でね、ちょあんま今日テンション上がらないのがね理由があって、で今日ねで窃盗に遭ったんだわ。本当に会うとねやっぱあるんだなって思いますよ。キャンプ場ですよ。だからテントの外に机を置いてたんですよ。あのこの間動画でちょっと紹介したあのアマゾンで1000円ちょっとの銀色のテーブルですよ。折りたたみの超軽いやつね、スッて消えてたね。ちょっとトイレ行ったら、いやムカついたね。はっきり言ってね、どんな地味なもんでも取られてムカつきますね。でキャンプ場も人が多いですから、普通になんか100人以上こう利用しますからね、もうどこ行ってたか分かんないですね。もう諦めたけど、もうさっさと忘れることにした、そういう嫌なネガティブ要素は。やっぱねあの物の管理はね本当大切で、キャンプ場開けてるから人の目があるから取られないかなっていう感じで油断するとダメですね。まあ貴重品とかはね、もうたとえトイレとか行く時でも全部カバンに入れて身につけてますんで、自分はそこは取られる必要ないだと思うけど、まあどうしても荷物が多いじゃないですか、一人でキャンツーするってなると。だからねそういう時にねスッとこう地味なもん取られるのがやっぱあるんだなって思いましたね。でなんか一応キャンプ場の受付のおっさんにも聞いたんですけど、まあないなと、当たり前だけど諦めしかないなみたいな話になって、キャンプ場ってねおっさんがポロって言ったんですけど、誰が利用してるか本当に分かんないらしくて、毎回毎回その住所みたいなの書かされるんですよ。まあそういう身元確認もね、多分そういう何かあった時の何かあるんでしょうね多分ね、ああいう開放的なところですから。犯罪者がね利用してることもあるらしいんですよ。ホテルとかで行くよりはそういう人たちにとって安全なのかもしれませんね、キャンプ場ってところは。キャンプするときはやっぱり自分のものはね全部キャンテントの中に入れて、入り口も完全に閉めてから行くぐらいじゃないと、特に一人のときはあっさり物を取られるんだなっていうのを昨日実感しましたね。まあ授業料だな、この1000円のアマゾンの机はいいわな、もう買えば。ということで、Day 11元気出していくぞ。これって使えます？これはね、ごめん、ここのお店でしか使ってない。あ、そうなんですね。あ、すいませんでした。またすごい地平線だよ。なんか地平線ばっか撮ってんな。すごくない？こんななってんだけど。くねくねだよ、くねくね。ここの先にね、海洋台、北19号線っていうところがあるらしいんですけど、そこがなんかね、よく撮影とかで使われるすごい綺麗な地平線らしいんですよ。ここも十分綺麗だと思うんだけどね、なんかやっぱ北海道はね、距離感がね、短く感じますね。昨日もキャンプ場から納沙布岬まで77キロぐらいあったんですよ。さらっと77キロって言うけどさ、往復したら140キロですよ。結構ありますけど、それでもね、3時過ぎぐらいに出て、普通に6時ぐらいに帰ってこれましたからね。そんぐらいこの交通量がスムーズーな場所ってことやな。ここ有名な海洋台北19号線らしいですね。すごいね、今まで見てどの地平線よりもすごいわ。景観重視で作ってるらしいですね、この付近は。これすごいぞ、またあの前のトヨタが邪魔だけど。ふぅ、海洋台展望台付近ですね。そしてまた牛がいるぞ。牛まみれだ。道東の牧場率は異常、マジで至る所に牛がいるっていう。うわ、なんだこれ、すごいね。いや、ここすごいわ。うわ、怖え、なんだこれ。うぅ、地球は青かったとか言いそうになるよ。うわ、うぅ、テラさんもいないか、さすがに。オーライ。展望台来たで。うおに遮蔽物がないからすっげー地平線になってる。馬がいる。
What the fuck? やべえな、さすが名古屋ナンバーだわ。名古屋出身の友達が言ってたよ、名古屋ナンバーは運転があれって。本当やね、まさか坂道でバックするとは思わなかったよ。じゃあ海洋台を今からこう少しずつ降りていきますね。子供がさ、北海道、あそこも北海道ってずっと言ってたけど、そうだよ、360度北海道ですよ。すごいね、ここは。まあ、さっきも言いましたけど、あの標高280メートルしかないんですよね。あんま高くないですよね。この間登ったあの十勝岳、あそこが1280メートルですから、それに比べると全然そんなに高いところじゃないんですけど、見渡す限り本当にガチ地平線なんですよね。遮蔽物がないとここまでね綺麗なのかっていうぐらい何もないですね。だから景色もウルトラ良かったですね。ではちょっと今から北19号ってとこ行きます。まあ、さっきのところですね、ここですね。ちょっと来る順序間違えたな。海洋台行ってからここを通るべきだったね。うわー、レッツワーク。うわー、すげー、ジェットコースターみたい。なんかあの段々になってるところを越えたら吹っ飛びそうだよね、前にエキサイトバイクみたいになりそうだよ。まあでも走ってみたらそんなに坂感じないんだよね、こういうのって。不思議なもんですよね。遠くから見たらすごい綺麗なんだけどね、まっすぐ走ってるとね、まっすぐ普通に走ってるとあれ、なんかそこまで坂じゃねえなってなるでもこれチャリングで走ったらすごいきついだろうな。そんな道ですね。ここにもチャリダーは来るんだろうか。あいつらやっぱすごい。おー、すげえ。なんかね、道路がぬる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 ってなってる。なんかなんて言うんだろう、あれ、こう水がこう張ってるように見えますよね。蜃気楼っつうのかな。本当に見える。こう地平線だと見えるんですね。ああいう GoPro じゃちょっときついかもしれないけど、いやーすごい綺麗ですね。この柵は何なんだろうね。昨日通ったミルクロードにもなんかいっぱいあったんだけど、牛が横切らないように貼ってあるのかな。いやー気持ちいいわー。お、来た。こんな砂煙の中、わっ、うえ、ファック、長い。19号線結構長いっす。ちなみにもうね、そこら中牧場ですね。あの海洋台実際上登ってこう周り見回した時もね、周りほとんど牧場なんですよね。牛がなんかこう一箇所にすごい集まってたりする。何やってんだろうね、あれ。餌でも食べてんのかな。いやでも餌はそこら中にあるか。地平線と牧場だらけ。いやこれはグッドロケーションフォーライディングだな。はい、ここまでですね。お疲れ様です。うわー、ファッキンジャリア。ファーク、なんだこれ、ライダーゴルシかよ。さっきのなんとか容体から60キロほど飛ばしてここまでやってきましたね。知床半島に入ってんのか、これは。 Google マップがね、バッテリーがもうちょっとなくなってからわかんねえけど、綺麗だなここ。どうでもいいけど、ここも綺麗だな。おい、ノサップ岬行く根室半島も綺麗だけど、ここも綺麗って言っつんね。こっちの方が海近いよね。ノサップの半島の方はこう少し遠巻きに海があって、わー綺麗だ海岸みたいな感じだったけど、こっちはこっちで近いですに、事故ったら一発でダイブです。そして寒いです。相変わらず暴風インナープラスジャージプラス、中に半袖の T シャツ、その上にジャケット羽織ってますけど、全然寒いですね。冬です、完全に。秋じゃない、冬。ちょっとなんか東進ハイスクールっぽかったけど、うわー、とにかく綺麗ですよ。でもこれさ、8月の今日はさ、いやほんとお盆なんだけどさ、 16?15 だ今日。15でこの寒さってさ、やっぱ冬はすごそうですね。冬はここ来るもんじゃないだろうな、絶対にね。危ないでしょうね、単純に雪で。まあ本当に限定的な、まるでウユニ塩湖のようなこの貴重な道を走ってる気がしますね。ラダがいっぱいおるべ。まあ、ちなみに今日はこの知床半島の先までは行かないという、ね、知床半島にあるイクラと鮭の丼がうまい店に行くというだけで、ね、知床岬には行かないですよね。というか別にもうそんな体力がないです飯食ってさっさとキャンプ場来てよ。大概もう体力が結構消耗されてますよ所詮野宿っていうか、所詮旅行ですからね、疲れますよ、どんなに寝ても。それあるよね、どんだけいい環境で寝ても、どんだけこうホテル、一流ホテルで寝てもね、やっぱね自分家の環境にはね叶わないっていうのはあるよね。てなわけでね、まあ着々と疲労が溜まってきてるのは確かなんですよね。だから今日はここでご飯だけ食って帰るぞっていう、そういう計画です。なんか目の前の会心にすげえ取られてる気がするんだけど、気のせいか。めっちゃこっち見てね。はーい、手振ってみようか。めっちゃこっち見てる気がする、あの双眼鏡で。そんなにイケメンだったか。仕方ないね。よっしゃー、あと 9.9 キロだ。マジかよ、あいつの GoPro すげえぞ。顎についてる、なんてこった。 Holy shit、 あれは頭の上につけるもんじゃないのか。わかんない、あのジャパニーズはクレイジーっていう会話を多分あの双眼鏡を覗きながらみんなでやってたんでしょうね。おしんこしんの谷、うーん、いろんな地名がありますね。
勉強になるな。おしんこしの滝だ。ふう。はい、終わり。感性がないからああいうのあんま興味ない。はい、滝で終わっちゃうから。なんかだからね、海洋台と昨日のノサップ岬はね、芸術的な感性がに乏しい。俺でも感動したレベルだからかなりすごいですね。本当にガチでいい風景だと思いますよ。他はなんかね、あそって感じで終わっちゃうんだけど。俺は来たトンネル、絶対寒いぞそこ。もうここでもうクソ寒いからね、この時点でね。絶対寒い、ウトロトンネル。そうでもなかったそうでもなかったね、うん、いいトンネルだねここね。グッドトンネルフォーライディング。市街地に着きましたね。道の駅ウトロシリクリエ。ブルッブルッ。でもうちょっと先行ったら俺が行きたいところに着きますね。ちゃんとした市街地だね。道の駅があるだけでなんという安心感。しかし道の駅で飯なんか食わない。今日はなんかね、鮭いくら丼が食えるんだって。最高でしょ。普通に考えてそっち食うわ。ここかな、一級やってたところらしいんだよな。あった、ここや。うわ、めっちゃ並んどる。ファッ。テラさんいないかな。どうしよう、あそこ止めるか。おい、スーフォやん、スーフォ。あんま近づけると死ねボケって思われるから、ちょっと離して。いや、レッツロック。知床料理一級屋がめちゃくちゃ混んでてビビりましたね。1時間ぐらいいたような気がする。いくら丼食ったわ。めちゃくちゃうまかったけど、混みすぎ悪えないっちゅうやつね。で今からね、テラさんに会いに行く。ついに合流。11日目にして合流。テラさんが道の駅にいるはずなんで、でも多分バイクのそばにはいなさそうですね。そこが目の前が道の駅ですね。なんとかかんとか道の駅。どうやって入るんだ。すげえな、まさか知床半島で合流とは思わなかった。なかなか合成の合流所に儀式。どこや、わかりづらいなこれ。赤いバイクがいるはずなんだけど。赤いバイク多すぎだろ。いねえな。ん、はやぶさ。あ、デートな。デートナいるけど、あれに確かに乗りたいとは思うけど、デートナじゃないな。あ、向こうかな。テイラーさん、あ、あれか。テイラーさんだ。どうす。うわー、はるばるっすね。やったぜ。うわー、すっげー、こんなとこで会うとは。いや、知床半島で再会とかかっこよすぎでしょ。撮ってますよ、このここに来るまでの道中と、こうテラさんに今から会いに行くぜっていうこの喋りを入れて。VTR 戦ファイアストーム昨日納車。詳しくは新潟ツーリングパート2で。でまだなんか俺的には昨日納車したばっかな感じがするんですけど。あ、結構、え、ここまで何キロでした？600キロぐらいですか、ここまで。あ、結構行きましたね、やっぱ。東北縦断ぐらいですね。なんかあんま久しぶりって感じしませんね。久しぶりではないですね。その1ヶ月ぶりぐらいですよね。ずっとキャンプしたの。あ、そうですね。基本キャンプですね。キャンプか、あ、カプセルホテルとアンスさんの家以外はキャンプ。プーキャン。寂しくない。なんか本当に誰もいないところでやるのはマジでつまんないですよ。超面白くないです。だけどなんかこうある程度こう人が周りにいるとライダーとかが結構面白いですよ。はい。話したりすんの。ああ、なんか話しかけてくるおっさんとかは、特に東大沼とかのなんか北海道入ったあたりなんかはなんかもうやたらとこう馴れ合い中みたいなやつがいっぱいいるんで向こうから話しかけてくるんですけど、自分からあんまり行かないですけどね。はい。だから隣にだいたいこうライダーって固まるんですよ、駐車場付近に。だからそこら辺でこうキャンプ張ってたらだいたい話しかけられたりしますね。今食ってきたんですが、道の駅で食べます。いや、なんかね、網走監獄行くなら、はい、監獄飯が食えるらしい。へえ、監獄飯なんかすごい安そうですね。ね、でもなんか意外と美味しいとかです。え、値段安そうじゃないですか、なんか監獄とか。あ、そうでもないですか。はい、なんだ観光地値段か。こっからその何でしたっけ、ネウロコでしたっけ。ネウロコじゃねえ、そんな漫画みたいな名前じゃなくて、サウロコ、サロマコ、サロマコが140キロぐらいでしたっけ。結構あるんですよね。さらっとこういうところで30キロとかあるから困るんですよ。どこ行きます。あ、でも日没前にはキャンプ場行った方がいいかもしれないです。うおし、おしんこしんの滝。行くなら冬じゃないですかね。夏はこう暑すぎて沖縄死にそうだから冬ってか春とかあったかいぐらいの時期に。